ちは。今日はですね、最速効果性の求め方後編ということでやっていきます。いつもの通りのやり方ではもう説明することは不可能だということが分かりましたので、もう全部書き下してそれを説明するというやり方にさせていただきます。もうホワイトボードの方に、やるべきことを書き下しました。まあちょっと見苦しいかと思いますけども、それでも興味があるよという方はぜひ見ていただけたらなと思います。まずはじゃあ前回までの復習ですね。はい。で、最速効果線っていうのはどういうものだったかって言ったらば、高さある高さから高さのある坂から、球を転がした時に、ね、質量 M の球を転がした時に一番早く地面に到達することになるようなこの坂道の曲線を求めましょうということですね。まあ、どういうふうに考えるかって言ったら、まあ位置エネルギー MGY というのが与えられて、位置エネルギーが減少することにそれが運動エネルギーに変換されていきますよということで、速さ V ですね、 V をルート 2GY っていうふうに求めることができます。この DS、 緑色の DS っていうのは、曲線の微小距離ですね。微小距離を、速さで割ってあげれば時間が出るわけですね。まあ、だからこの曲線を使ってこの時間を表す関数を作ってあげると、ルート 2G のルート Y 分の1プラス Y ドット事乗、この Y ドット事乗っていうのは Y ダッシュの事乗ですね。それのルートですから、まあ曲線の長さを求める積分の時に出てくる形のものですよね。はい。でちょっとここで一つお断り、 Y ドットって書いたんですけど、 Y ダッシュを Y ドットと書かせてください。 Y ダッシュは DX 分の DY なんですけど、これちょっと今回は Y ダッシュ、 Y ドットと書きます。 Y ドットって書くと普通時間 T の微分ということなんですけれども、単に Y ダッシュと書くと Y ダッシュの事乗というのは非常に書きづらいんですね。このやっぱり右上が空いててくれた方が嬉しいので、まあそういう単純にそういう理由で、まあ Y ダッシュを Y ドットとしましょうという、しましょうというかしますということですね。はい。じゃあちょっと、これは余談というか、まあ補足でしたけれども、本編、はい、じゃあ結局どうすればいいのかって言ったらば、まあルート y、 このまあルート 2g っていうのは t 数だからもう余計なもん省いちゃう、ルート y 分の、ルート1プラス y ダッシュ事乗の積分の値を極小にするような極小関数を求めればいいですよっていうことですね。でこれ偏分法っていうふうに言いました。まあ、この説明も前回しましたよね。で偏分法というのはまあもう少し具体的に言うと、半関数の極小問題を求める方法ということですね。普通の関数というのは実数値に対して実数値を対応させるというものだったんですけれども、半関数というのは関数を代入したときに、実数値を対応させる、まあ、これと一緒ですね。だから y というのがいろいろ変わるわけですね。この時に y という曲線を表す関数がいろいろ変わったときに、じゃあこの積分をの極小値になるようなものはないですかということで、じゃあどうやって探せばいいのかなということで、前回、まあ、オイラー・ラグランジュの方程式っていうのを満たせば、この極小関数を求めることにつながるよということが分かりました。というわけで今回はだから、このルート y 分のルート1プラス y ドット事乗 y ダッシュ事乗ですねの微分方程式、オイラー・ラグランジュの方程式イコール0の解を求めるということを行っていきたいと思います。でまず何やるか、まあ、微分方程式を求める前にまず微分するわけですね。こうやっていろいろ del y 分の del と、で del y ドット分の、まあ、del y ダッシュってことですね。 del y ダッシュ、まあ、ドットのことダッシュって意味は del y ダッシュの意味ですから、 del y ダッシュっていう言葉で説明させていただきますと、そうこの、ね、関数をね y で微分する、 y ダッシュで微分するってことをまずしなくちゃいけないんですね。で今回まあ必要となる公式というのも簡単に書いておきました、これからやる微分する上での公式ね、普通の微分ですね。ただ、球、肩に乗ってるこの球状っていうのは有理数でも別に成り立ちますよ。X の N 乗、自然数で成り立ってた NX の N-1 乗っていうのは自然数の有理数でも成り立ちますよ。であとルート Y 分の1の微分、ルート1プラス Y ドダッシュの事乗の微分、これはまあ X に関する微分ってことですね。 X に関するで、ライプニッツの公式の3つの積分、まあこれも別に難しくはないですね。まあこれらを使ってまずは微分すると、 Y に対し Y 変数 Y に関しては微分すると、変数 Y ダッシュに対して微分してあげますよと。で出てきましたね。でいよいよ次が DXX について、微分してあげましょう。でこれらの公式は全部 X についての微分ですよね。 Y ダッシュに関する微分っていうのはまあそれほど難しくはない、でもちょっと面倒くさいので、これらの公式を公式というかまあ結果公式を適用した結果を
利用することで、ここでだからライプニッツ公式だから3つ変数が出てきたんで、それを x で微分するとってことになって両辺にで、こんな結果になったんで、両辺に今2ルート y 3乗かけ1プラス y 事乗かけると、だからこの分母部分を整理してあげたいなっていうことで整理してあげるわけですね。そうすると、こうやって計算で消えるものは消えていくっていうことで、方程式が簡単になりましたね。1プラス y ドット事乗、まあ y ダッシュですね。y ダッシュ事乗プラス 2y かけ、y ダッシュダッシュイコール0という、比較的簡単な、簡単というか、簡単に書ける微分方程式が、求めることができました。でここからいよいよこの、もう微分するっていうことが終わったので、微分方程式を解くという行為に入っていきましょう。さあここから、解サイクロイド、が出るのでしょうかっていうことですね。はい、じゃあこっちに移っていきます。はい、微分方程式を解きます。どうしようかな、はい、y ダッシュを P として、y ダッシュダッシュを合成関数の微分などを使って PDY 分の DP とかけるよということですね。今回、微分方程式を解くにあたって必要な公式は、X 分の1の積分とせいぜい2倍角の公式ぐらいですかね。はい、じゃあ1式は1式どれだっけ、これですね。1プラス y ダッシュ事乗プラス 2y ダッシュダッシュイコール0。はい、P を使って、書いてみましょうと。こうなりますと。で、これを、P と Y に関して解いてあげると、このような形になるわけですね。1プラス P 乗分の 2P の DP プラス Y 分の1の DY イコール0となる。で、両辺積分しましょう。ここで積分公式ね、先ほどやってきた積分公式が使えると。で、定数と。で、絶対値。ロガリズムが出てくるわけですね。ロガリズムが出てきて、これで定数なんですけど、積分したから定数が出てくるんですけれども、A っていう定数が出てきたら E 分の A と置きましょう。ちょっと微分方程式を解くのはちょっとおおらかな精神であまり細かいことは気にせずにやっていきます。とすると1プラス y ダッシュの事乗括弧の y が A と、スモール a ということになって、で y ダッシュの事乗っていうのは dx 分 dy の事乗ですねっていうことで、P だったものを置き、それぞれdx 分の dy に置き換えてあげることができて、これらを計算すれば dx 分の dy の事乗が y 分の a マイナス1イコール y 分の a マイナス a マイナス y になります。これ今後取るんで a マイナス y は実数解なので、実数の範囲で考えるので正だねと。でもこういう条件はちょっとあまり肯定しないでどんどんと進んでいきたいなと思います。はい、というわけで結局ここからもう一本道でぶわーっとここまで変形することができます。でここでですね、サイクロイド、これもう x とか y とかのままだとサイクロイド出てこないので、シータを使って、そうですね、変数変換しましょう。どうするか、ここはちょっとテクニック的ですけど、 y イコール a サイン事乗分 a サイン事乗の2分のシータと y を置いてあげましょう。そうするとこれ4よりってどういうことか、2倍角の公式よりですね、2倍角の公式により2分の a の括弧1マイナスコサインシータというふうにも書けますよということが分かる。ここでサイクロイドの片っぽが出てきたわけですよね。はい、で3を2に代入しましょう。この式を y をシータを用いて変数変換したんで、こっちの2の式に入れてあげましょう。ただ2の式に代入するといえば2の y 部分 この部分に代入してあげましたよ。はい、代入してあげたらば、コサイン事乗の2分のシータ分のサインの事乗分の2分のシータってなって、コサイン2分のシータ分のサイン2分のシータになりましたよということですね。で3式から、この3式からこれをじゃあ dy と dθ っていうふうにのように微分回ししてあげるとこうなりますねと。というわけで変数変換したんだから微分してあげて、それをもともとのこの2ね、微分方程式から求められてきたこの式に入れてあげると、
見事に A サイン事情2分のシータデシータで2分の A のカッコ1マイナスコサインシータのデシータってことで DX と D シータの関係が明らかになったわけですね。これまだだから、X を求めてるわけではないのでここで積分ができるわけですね。で両辺を積分しましょう。でこれ DX は何もついてないので X イコールですね。だからこれを積分すればいいわけですね。2分の A カッコ1マイナスコサインシータでコサインシータの、積分はサインシータですね。で1の場合はこれ定数だからシータになるから結局 X イコール2分の A カッコシータマイナスサインシータプラス C となったということですね。これは積分定数です。しかもラージ C っていうのね。で X は0の時にシータは0ですね。一番最初はシータ0ですよということで C は0 C イコール0になるということで、ゆえに、まあ、Y はこれ先ほども、変数変化に用いたものですね。で今 X を求めることができて2分の A C カッコシータマイナスサインシータ Y イコール2分の A カッコ1マイナスコサインシータ、これはまさしくサイクロイドの媒介変数表示で表したものになるので、なんとオイラー・ラグランジュの方程式を解くことによってサイクロイドが出てきましたよということが、分かりました。で、まあ、これがサイクロイドの形になるよっていうことは、最速効果性の求め方のパート1で、詳しく説明してますので、もしよろしければこちらも見ていただけたらと思います。というわけで、最速効果性、オイラー・ラグランジュの方程式から見事サイクロイドまで、計算で出すことができました。ご視聴ありがとうございました。